3月10日に授賞式が行われるアメリカのアカデミー賞。ゴジラ。注目されているのが日本のゴジラマイナスワン。日本映画として初めて視覚効果賞にノミネートされました。スターウォーズやタイタニックなど CG 映像 VFX が優れた作品に贈られてきたこの賞。オスカー来週発表じゃないですか、はいはい、どうですか自信のほどは。わかんない。本当五分五分だなと思ってますし、まあ取れたらすごいことだけど、取れなくてもまあここまでいろんなことができて、いろんな体験させてもらって、で決して僕らだけじゃなくていろんな人たちが、あ、オスカーって意外と狙えるもんなんだっていうふうに思えたら、それはすごく良いことだと思うんで、素晴らしい体験をすでにもうもらってる感じはしますし。もちろん取れたら嬉しいですけどね。それはもう本当に何だろう、ちょっと運に近いんじゃないかなっていう気がしてきてます今は。運だなと思ってます。その本当に作品のレベルでの戦いはもう終わノミネートまでで終わってて、でその次はもう少し運とかその作品が持ってるなんか力そのものだったりとか、そういうことが影響してくるそういうフェーズに入ったのかなと思ってますけど。ゴジラは莫大な予算をつぎ込むアメリカの VFX になぜ肩を並べることができたのでしょうか。今回今カリフォルニアにいる理由っていうのはズバリ何になるんですか。はい、今回は、VFX のノミネートの、各作品が集まってパネルディスカッションっていうことで、それぞれの Q&A をやったりとか、そういうのをこうやる会が今日行われます。 VFX ディレクターの渋谷さん、監督、脚本、VFX のすべてを担当する山崎監督を VFX を統括し縁の下の力持ちとして支えます。山崎さんと同様にゴジラマイナスワンを手掛けたVFX 制作会社白組の社員です。渋谷さんのお仕事というのはどういうことだったんですか。そうですね、監督がもちろんこうプロットを書いて、そのプロットのこう終盤あたりから具体的にこうどういった VFX がこの作品に盛り込まれる予定だっていうところが分かってきますよね。そういうあたりからちょっと監督といろいろとこう話をしたり行ったり、あとは撮影のための準備ですね。撮影のための VFX をどういうふうにカットを作っていったらいいかっていうことをこう組み立てて設計をして、で実際に撮影の立ち会いまでするっていう、そこのあたりを主に担当しています。VFX の組み立てっていうのはどういうことですか。そうですね、例えばこのカットっていうのは実際にまあ撮影で撮ることができないので、どういった部分をどういうふうに撮っていったらいいだろうっていうことで、例えば列車のシーンとかだとこの車両をこのぐらいの部分が必要で、どういったこう挙動がこう必要でっていうことをこう具体的にその技術パートたちとすごく打ち合わせをしたりとかして、撮り方を決めていくっていう感じですね。カットのこう全ての映像に対してのこう実写を撮れる部分っていうのが結構少なかったりとかして、その映像の例えば7割8割とかは VFX で後で作るところなんですけども、その残りの2割とか そこをどういうふうに撮っていくかっていうのをこう考えるっていう感じです。じゃあ実際の実写の方の撮影にも結構立ち会われる。あ、そうですね、主にどちらかというとその前もってカットがどのぐらいの想定になりそうだっていうところとか、それを具体的にどういう撮影が可能なのか、あとはロケーションですね、そのロケーションと合わせて考慮しながらこうカットの組み立てを考えていくっていう
ところが一番のこう仕事になりますかね。じゃあ、あの実写を撮るときにある程度もう完成したその VFX に載せた状態の絵っていうのをかなり決めた状態で撮ってるってことですか。そうですね、作戦的にかなり例えばここの部分はミニチュアで撮ろう、バラックであればこの中継の部分はミニチュアで撮ろうと、手前は全部あのスタジオのセットでっていうのを、その事前に打ち合わせをしている段階でだんだんとそういうあの場所を決めていくのと並行して、こう各パートをどこでどういうふうに作っていくかっていうのを組み立てていって、一つのカットの中で、でカットごとにも全然やり方が違ったりとかも方法も違うので、そのカットごとにそれぞれこう考えていくっていう感じにはなりますね。あの事前にあの山崎さんから少し伺ったのが、はい、そのまあ、予算がまあ決まって、そうですね、はい、そのシーンごとにその予算をまず分配するみたいなことも、いやそれよりも、なんていうんですかね、カットによっては本当にすごく簡単な手間でできてしまうカットもあれば、あとはもう本当に撮影の裏から準備を始めて、最後もう本当に納品のギリギリまで何ヶ月もすごい長い時間をかけて作るカットっていうのもあるので、一口にこうワンカットがいくらみたいな計算の仕方はちょっと難しいんですよね。この何千万もかかるカットもあったり、数万円で終わるかもしれないカットもあったりとか、で今回610カット全部であるんですが、まあ、カット数だけ聞くとそんなに多くないような印象も受けられる方もいらっしゃるんですけど、要は演技の裏でそのままこう背景として構築する、あの VFX で構築するとかっていうカットもすごく多いので、全体の映画のだいたい3分の2ぐらいの部分がその VFX のパートに関係するカットになってるんです。一番その、まあ、コストとか手間がかかっているカットってどの辺なんですか。はい、撮影もそして VFX もっていうことで考えると、やっぱり実際の船を作って外洋に出たシーン、あのゴジラにこう追いかけてくる、はい、あそこのシーンのあたりとか、あとはやっぱり銀座のロケーションになりますかね。はい、海のシミュレーションはかなり、まあ、時間かかったし、まあ、あのなんか前のお話だとワンカットゴテラみたいなこともおっしゃってたんですけど、銀座もやっぱり大変なんですか。そうですね、実際にこうなんていうんですか、限られた予算というのは VFX だけじゃなくて撮影の現場にもやっぱり限られた予算っていうのが影響してくるので、本当ハルミドール長く作るとかになると、もうものすごい長いオープンセットを作らなければいけなくなっちゃうんですけども、そういうところをこういかにカットごとに飾り替えをして、何カットも同じ場所で何度も撮っていって違う場所に見せていってっていう飾り替えをしていくっていうようなことも考えたりとかっていうのを、実際銀座のシーンではやってるんですけども、まあ、そういったところにかかる部分とか、そうですね、はい、あとエキストラもすごく多いので、はい、一日にやっぱり撮れるカットっていうのも限られてくるっていうのもありますね。一方で逃げてる人のうちの全員が人間ではないと、はい、そうですね、一番近いところで走ってくる逃げてくる人たちが一番実際に撮られてる人たち、エキストラで撮っているシーンなんですけども、はい、なので、でそうですね、走ってくると一瞬で消えてしまうんですよね、うん、なので縦位置でカメラ方向に走ってくるのとかは本当に長いストロークの一番見える部分にこう実際の人たちを配置して、あとのこう見えづらくなってる部分かな、中間からもう本当に奥は全部 CG の人たちが走ってるっていう感じになります。横に逃げればいいのになって見てて思ったんですみんなゴジラ進行方向に逃げるから。そうですね、やっぱりすごいライドのゴジラザライドのやっぱ、はい、ライドのアクション、ライドのアトラクションの映像を制作した時に
やはりすごくこうなんていうんですか、ゴジラをこう間近で感じる恐怖みたいなのはすごい作ってる我々ですら感じたんですよね、うん、なのですごいそういったこう恐怖を特にあの銀座のところでは感じられる、もう本当に迫ってくる恐怖みたいなのをこの走ってくるあの人たちと同じ気持ちにこう観客の方になってもらいたいなっていうようなで、ああいうようにコースになってたりとかしてます。山崎さんもいろんなインタビューの中で、うん、あの続オールウェイズ8丁目の夕日のあのこちらのシーンがあって、はいはい、であの時もっとやりたかったんだけど、まあ、あれが、まあ、当時限界だったそうですね聞いていて、でただまあ今回そのゴジラを自分でやったのはその VFX の技術が進歩したからみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、具体的にはどういうことなんですか、マシンパワーがどんどん上がってるみたいなイメージなんですか。そうですね、やはりシミュレーションもそうなんですけど、実際にこうゴジラが街の中を歩くだけで物は壊れていくし、泳げば泳いだだけこう自分が動いたホワイトウォーター白波がこう発生しますよね。そういったこうただこう規則的に船で航行していって出てくるような白波とかそういったものではないので、インタラクティブにそのアクションにこう連動したシミュレーションをかけなければいけないんですけども、そうですね、あの時は本当にちょっと長回しのあの続の時は長回しのワンカットだったと思うんですけど、あのカットをやるだけで、その担当してたスタッフはその期間中ずっとそのカットをやっていたぐらい、期間中どれぐらいの5ヶ月ぐらいですね、はい、なのでやはり当時マシンのやっぱりスペックが、やりたいことに追いついてなかったというか、うん、っていうのはすごく山崎とお話ししてたところだったりするんですけども、今の技術人というか今 の, そのマシンで、はいはい、あの時の作業をやろうとしたらその5ヶ月が大体今どれぐらい短くなってるイメージなんですか。1カットに対して言うならば多分3分の1とかの、あとはやっぱりこのマシンのスペックもありますけど、今までのこういろいろなちょっとずつやってきたこういろんなノウハウとかも生きていたりとか、アルキメデスの対戦なんかだとあのオープニングのところでヤマトが沈没する、はいはいはい、あそこが5分半のシークエンスなんですけど、やはりその中で実際にこうあの海なんかのエフェクトを初めて本格的にやった作品だったんですけども、ただあれも本当こう沈む大和に連動して水がこうアクションを起こさなきゃいけないんですけども、それでもこうなんていうんですか、あの中の本当一部分だけのカットのためにその長い期間を使ってシミュレーションをして計算をかけるっていうその時間でいうとかなりかかっていたので、うん、またアルキメデスの対戦からこの何年かでまたマシンのスペックっていうのがどんどん上がっていって、本当やりたいことに追いついたっていう感じがしますね。この辺は全部実写で、ゴジラマイナスワンでは海を舞台にしたシーンが多く登場。それを手掛けた一人が入社して間もない Z 世代の社員野島さん。監督に臆することなく映像をどんどん作り込みます。野島さんはこう誰よりも監督に提案をこう忌憚なくするっていうふうにおっしゃってたんですけど、ただ提案っていうのは優しい言い方ですげえな、ブーブー言うやつね、このカットは良くないんで直させてもらっていいですか。でも勝手に直しました。一番言うやつ、うん、勝手に直しちゃうこともあったんですか。勝手に直して、そうで見せてどうすかって。グーのでも出ないみたいな。監督がそれをこうどう受け入れるんですか。いいに越したことないじゃないですか。こう自分のプライドを抑えてですね。挑戦しないことには別に全然スキルも上がらないだろうし。気にならないようにしたいというか、クオリティ低いなというか、なんか予算なかったんかなみたいな思ってほしくないというか、でもやっぱその世界の人に見てもらわなきゃいけないなとかもあって、誰でも意見言えるような現場
にするっていうのがすごい自分の中ではテーマなんですよ。あ、そうなんですか。だっていいに越したことはないですからね。そこがすごいんですね、山崎さん。普通じゃありえない。今回そのゴジラマイナスワンの中で一番その VFX として苦労した場所ってのはどうなんですか。まあやっぱりそうですね、そのやっぱり海なんじゃないかなっていうふうには思います。はい、野島が本当に趣味で作ってきたあのエフェクトを見て、おなんか可能性があるなっていう感じで、ものすごくこう山崎とこうなんていうんですか、ゴールっていうかこうちょっと先が見えてきたっていうか、それまでがちょっと本当に実際ラストのシークエンス丸ごとあの海上戦、和田摘作戦って海上戦なんで、あれが具体的にできるのかどうかっていうのを本当最終のプロットのあたりで監督とすごいずっと話してた部分ではあったんですね。で本当野島が作ってきた映像とその映像がきっかけになって、それでなんかもっとシーンがカットが増えていったりとかっていうこともできたので、はい。なるほど。逆にこう渋谷さんがあの映画の中で一番好きなシーンとかこだわったシーンとか。そうですね、それで言うとそうですね、やはり具体的にその銀座の撮影の仕方をどうしていこうかっていうところと、どうしても50メーターもあるゴジラとこう人を共存してフレームの中に収めなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか、どうしても収めたい。で監督がもちろんコンテも書いているんで、こう具体的なイメージは定まっているんですけども、実際にそれをこうロケーションで落とし込んで、どう具体的なレンズでって言ってくると、その迫力とそのこうお堅い感できるようなフレーミングっていうのがなかなか難しかったりとかして、あと実際にゴジラがここにいるとどのぐらいの大きさなんだろうっていうのが、ちょっとね、例えば2メーターとかぐらいのこうキャラクターであれば、ちょっとなんか目印でこうなんかこう段ボールとかものでなんか簡単に作ってこう指標を作ったりとかできるんですけど、50メーターってなかなか想像がつかなくて、それで実際AR ファインダーっていうアプリをちょうど同業の方から教えてもらって、ちょっとその開発の方に相談させていただいて、その AR で具体的に iPhone とかでこのもう実際の撮影するカメラのレンズとかカメラの機種を入れて入力して、そこで具体的に例えば25メーターのところにゴジラが立つとこうっていう風に見えるっていうのを、その iPhone の中でですけどシミュレーションして実際の現場にこう配置したものが見えるっていうものを開発してちょっと改良していただいて、はい、それを実際に使ってそのゴジラっていうのが具体的にどう見えるかっていうところをその現場で確かめながら進めたんですけど、はい、動いてはないんですけども実際のサイズで向きも好きに変えられたり、例えば距離も変えられたり、あとレンズチェンジするならレンズのミリ数も変えたりとか、その場でこうインタラクティブに自分でこう入力して、でそこで表示できるっていう、なんでこうカメラマンのすぐカメラのすぐ横にその iPhone 持ってきて、こう数値でこうでっつって、このティルトだとこう見えるっていうのを見ながらとか、はい、あとロケハンの時とかそういう実際の検証の時とか、そういう時にもそれで役立ててて、はい、それちょっとなかったらやっぱ大きさとボリューム感が全然わからなくて、体感してるよりもやっぱりものすごくこう幅を取るし、ものすごい煽らないと見えないとか、そういうのでこう計画を変えたりとかっていうのも実際にありました。
1月23日ゴジラがノミネート5作品に選ばれた白組。今回そのアカデミー賞に、はい、まあ、5本のうちの1つにノミネートされたと、はい、はい、あの我々もちょっと取材に行かせていただきましたけども瞬間がもう山崎さんもそうですけど渋谷さんも結構すごい大きな声で、いやそうですけど、そうですね、いやなんかみんなでそのノミネートの瞬間をみんなで発表を見ようみたいな感じで、うん、じゃあみんなで集まろうみたいな話になったんですけど、うん、いざとなったら結構皆さん集まってらっしゃって、しかも何人もいらっしゃってて山崎と2人でやばいこんなにみんな集まっててこれでノミネートしなかったらものすごく寂しいねみたいな話でその直前までなんか山崎とかと話してる時はまだ大丈夫なんですけど、あそこに座った時から結構ナーバスになってた実はそうなんですかお願いノミネートしてくれっていう風に思っていて、なのでやっぱりすごい発表されたし時にはめちゃめちゃ嬉しかったですね。なんかあれですよね、ちょっとこれ言っていいのか分かんないですけど、はい、まず最初に10本になるじゃないですか。あ、その前が20本だったんですね。20本が10本になるっていうので、それがロングリストっていうのが、はい、でそこがロングリストが20本で10本になるのがショートリスト、はい、でその20が10っていう方が、はい、結構その専門家が見るっていう、あ、そうですね、ことなんですよ、はい、そこの方がハードルが高かったっていうようなことを山崎さんが言ってたんですか。そうですね、渋谷さんはそう思いますか。さらにその10本が今度1月に行われたベイクオフっていう、うん、具体的に我々はどうこの作品において VFX を生かしたのかっていうことをこうプレゼンをしなきゃいけないっていう、その10作品全てがプレゼンをしていくっていうのがあって、そこもかなりその専門の方々が、そのアカデミー会員の VFX の方の専門の方々がものすごい審査されるっていうのがあって、結構緊張しましたね、はい、あと初めてのことなんで。そうですよ。どんな感じのことをアピールされたんですか。やはり他の作品はやっぱりハリウッドの大作なので、ものすごくバジェットがある作品がものすごく人数と予算をかけて作られてるんですよね。でやっぱそこの中で言うとゴジラマイナスワンは、まあ、制作のスタッフもよく言われてますけど、コアメンバー35名ぐらいでやっていたりとか、あと制作費もちろんそうですし、 VFX の予算っていうのもものすごくこうバジェット的にはちっちゃいものですよね。10分の1とかじゃないですよね多分。桁が違っちゃいますかね。もう一桁違ってもおかしくないですよね。そうですねなのでそのプレゼンの際もそうですし、実際こちらでこうスクリーニング試写会をしたりとか、そういった時にこうご覧になった方々から感想をいただいたりとかもしてたんですけど、やっぱりアメージング、うん、考えられないみたいな感じのことを、うん、やっぱ言っていただいてたんですけど、やっぱそういったところにこう一緒に肩を並べてこうクオリティとして本当の厳密なことで言うと、もう本当にそのクオリティでは並べられないのかもしれないんですけども、やっぱりそういったところの工夫ですね、工夫でクリアしたみたいなところがこう実際に評価されたんじゃないかなっていうふうには思っています。